渡辺浜子。渡辺浜子。渡辺は、マ、ま、コ。1910年。明治43年10月27日から1999年。平成11年12月31日は、戦前から戦後にかけて活躍した、日本の流行歌手。神奈川県横浜市平沼出身。本名、加藤浜子。生涯横浜で過ごした。愛称は、お浜さん。 横浜生まれで横浜育ちの文字通り浜っ子の渡辺は美貌で知られた歌手であった。祖父がアメリカ人。1933年、昭和8年、武蔵野音楽学校、後の武蔵野音楽大学卒業。卒業後は横浜高等女学校、後の横浜学園高等学校で音楽教師をしていたが、同年にポリドールの歌詞テストを受け、 最上川幸太を吹き込むがポリドールでは結局この一曲のみで終わった。音楽学校在学中に指導を受けた徳山玉木の推薦もあり、同年12月にビクターから海なる空でデビューした。1934年昭和9年日比谷公会堂で開催されるビクター歌手総出演のアトラクション島の娘に主演のはずであった。 小林千代子が突然失踪する。急遽渡辺が代役に抜擢され、両主の娘を演じる。以降ビクター在籍中はアトラクションにたびたび出演し、藤山一郎や古川六原の相手役を務めている。同年の JO スタジオ映画、100万人の合唱に出演するために、勤務先の横浜工場を休んだことが問題になり、保護者らが学校に抗議。 これが新聞サタとなる。1935年、昭和10年の秋には教職を辞し、渡辺はビクターの流行歌手に専念することとなる。同年、夏川静江の朗読によるハンセン病患者に取材した放送劇、小島の春ラジオ主題歌、一人声を歌い、初のヒット曲となる。この曲をきっかけに、渡辺は修正を通じ、 ハンセン病患者の病院の疑問を続けた。特に、岡山愛生園では、療養所を歌として今も愛称されている。1936年、昭和11年、忘れちゃいやよをレコーディング。作曲者の細田義勝に、歌中の、ねえの部分の歌い方を何度も指導されて、本人は閉役して歌ったが、その直後に、早稲田大学野球部の応援歌の発表会で、歌ったところ、 観客に大受けしたため、本人にもヒットの予感があったという。ところが、発売から3ヶ月後、ちょうどヒットの兆しが見えた頃に、内務省から、あたかも娼婦の筐体を安全で見るがごとき歌唱。エロを満喫させると指摘され、ステージでの上演とレコードの発売を禁止する、統制指令が下る。ヒットを死んだビクターは、改訂版として、 ガツが鏡であったならとタイトルを変更しかしの一部分を削除してレコードを発売大人気を得るしかしこのヒットによりこの種の曲ネイコウタブームが起こりああそれなのにビチヤツ後発売禁止フンナのないはミスコロンビア憎いワねなどの類似曲を続々と乱す結果となったこの状況を心よく思わなかった軍部が主導になり日本における 流行家の傾向を意図的に変えさせようと国民歌謡を誕生させるきっかけとなる。渡辺も続いてトンガラカッチャダメよをヒットさせるが、ビクターの内イフと一連のネコ歌騒動で1年間の休業をすることになった。1937年昭和12年4月コロンビアに移籍。翌年皮肉にも流行家の浄化を統制された。 国民歌謡の愛国の花が渡辺にとっての遺跡後のヒット曲第1号となる。この頃から戦時下の上海など戦地への移盲も積極的に行うようになり、シナの夜、関東ブルースなどの大陸を題材にした曲目が徐々に増え、人々からはチャイナメロディーの女王チャイナソングのお浜さんと呼ばれ、支持された。そのため、移盲先の満州から松平明が持ち帰った。 南下君再来、訳史、長田つねおも渡辺が歌い、レコードが日本で発売されることになった。さらに、当時は、定築の専属であった、満州の大陸女優、リコーラン主演の大ヒット映画の主題歌をコロンビアから、国内で日本語で発売する際には、渡辺がレコーディングした。伊都市、あの星、蘇州屋曲といった曲は、渡辺、理業者の持ち歌として、 大ヒットを記録している。1941年、昭和16年、渡辺が新聞に掲載された記事に感動し、ぜひとも歌謡曲としてレコード化したいと台湾総督府に申し入れ、レコードリリースしたサヨンの鐘もヒット。その後も、風は海から花城ランの歌など、日本のトップ歌手して活躍。スクリーンにおいてもすでに1937年、 昭和12年に、新興映画、庭のちぐさに主演していたほか、東方映画、六波カのとに行く、六波の新婚旅行、江野剣の孫悟空などに出演している。特に、六波の新婚旅行では、声楽家役として出演し、クラシックの歌曲を言語で高らかに歌い上げているのは、元音楽教師の面目役女であった。戦地への慰問として訪れていた大陸の天で、終戦を迎え、 捕虜として一年間の収容所生活を余儀なくされる。が、そのまも渡辺浜子は、日本人捕虜仲間を美しい歌声で慰めることを、忘れなかった。日本へ帰国後、外地から引き上げてきた兄と、ようやく再会することができるが、不慮の病で失うという不幸に見舞われた。1947年、昭和22年に結婚し、 歌手活動の傍ら横浜で花屋を営みながら、雨のオランダ坂、東京の夜といったヒット曲を飛ばし続けた。1950年、昭和25年、敗戦後初めての日本人の芸能施設団として、小田翔太郎、シャミセン稽古らと共に、祖父の眠るアメリカ各地を講演。帰国後は、古巣のビクターに移籍し、火の鳥、 サンフランシスコのチャイナ街など後に代表曲となるヒット曲を出す。1五十二年、昭和二十七年、NHK ラジオ、陽気な喫茶店を司会していた松井緑星のもとに送られてきたフィリピンの日本人先般が作詞作曲した曲、アーモンテンルッパの夜は吹けてを渡辺がデコーカ。日本国政府の厚生省福音局と渡辺の本奏で、 モンテンルパシのニューピリビット刑務所へイモンコンサートが実現。フィリピン政府当局に原刑、釈放を嘆願し、当時のフィリピンの主張であったキリノ大統領に日本人先般の釈放を決断させ、全員の日本への帰国が実現したことは、渡辺の歌手人生におけるハイライトと言える。1951年、昭和26年の第一回紅白では、 赤組取りを務めた。昭和40年代には、昭治太郎らと共に、歌手協会の発展に尽力し、1973年、昭和48年には、四樹法賞を受賞。暮れには、同年に受賞した、藤山一郎と共に紅白に特別出演し、サンフランシスコのチャイナ街を熱唱している。渡辺は、特別出演も含めて、NHK 紅白歌合戦に、 京急会出場しているさん賞1981年、昭和56年、君四等奉還賞を受賞。テレビやラジオに、なお活躍を続けたが、1985年、昭和60年に、おしどり夫婦として知られた、渡辺の夫が亡くなったショックもあり、この頃から認知症を発症したという、異変に気づいた家族からの中言を受けて、 1989年、平成元年に引退。ただし、引退を決意する以前にオファーがあったステージ等は、引退後も約束通り後な、翌1990年、平成2年6月19日には、水戸市の県民文化センターでの、地元銀行主催年金受給者の集いに、特別出演し、好評を博している。引退後は認知症の進行を指脳梗塞に倒れた。 こともあり、家族以外の者との会話がほぼ困難になり、最後に、第三者と会話が成立したのは、1993年、平成5年の藤山一郎没後に、藤山未亡人へ、奥屋の電話をした時と長女は語っている、最晩年は寝たきりの生活であった。亡くなる5日前の1999年、平成11年のクリスマスの日、長女が渡辺に、 モンテンルッパイモンの際に録音したテープを聞かると、普段は病気のため表情を変えることのなかった渡辺が、長女の言葉に何度もうなずき、一筋の涙を流したと言う。死後は遺言に従い親族だけで密葬を済ませ、2000年、平成12年1月、かつての所属会社であるビクターから、正式にその訃報が明らかにされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。